美徳のよろめきは、三島幸夫の長編小説。全20節からなる。人妻の貫通を描いた作品で、多くの大衆読者を獲得した作品である。結婚前の男友達と再会し、関係を持ち、感能に目覚めたヒロインが妊娠、中絶を繰り返した苦しみの末に、別れを決心するまでの一年間を描いた物語。 フランスの心理小説の趣を生かした文体で、ヒロインの背徳を優雅に表現している。よろめきという言葉は、流行語になり、よろめきプジン、よろめきドラマという言葉が流行った。1957年、文芸雑誌、群像4月号から6月号に連載された。単行本は、同年6月20日に第日本郵便会講談社より、刊行され、 30万部のベストセラーとなった。同年9月15日には、限定版、美徳のよろめきも刊行され、10月29日には、月給有名人主演で、映画も封切られた。文庫版は1960年11月5日に、新潮文庫で刊行された。翻訳版は、中国、イタリアで行われている。上流階級のしつけの良い家庭に育った28歳の、 節子は、親の決めた、倉越一郎と結婚し、男の子も一人いた。節子は時折、結婚前の20歳の頃、同い年の土屋とした、避暑地での切烈な接吻を思い出した。結婚後も、土屋とは偶然に舞踏会や街のレストランで顔を合わすことがあった。やがて節子は、土屋と何度か食事をした後、彼と、再び接吻を交わした。 9年前と比べて、土屋の接吻が後者になっていた。節子は受胎した。もちろんそれは、夫の子であった。しかし節子はこのまま産んで、土屋と疎遠となり別れれば、土屋の子供でもないのに生まれる子供が恋の形見となる、ことを恐れ、中絶を決めた。節子は、土屋と旅行に行った。友人の吉子に、秘密の凶暴をしてもらった。吉子にも夫に、 秘密の恋人がいた。旅立ちの朝、節子は幼い息子、菊男に対しては周知を感じたが、勤めに行く夫を見送るときは耐えやすかった。土屋と結ばれた翌朝、二人は裸でホテルの部屋で朝食をとった。それは土屋外前僕は真っ裸で食べるのが好きなんだと、節子にレストランで行っていたことだった。土屋と何度も密会を重ね、節子は、 肉体的にも深い快楽を覚えた。節子の生活は土屋を中心に回っていたが、土屋には、節子の夫への嫉妬の影もなかった。やがて節子は、土屋の子を受胎した。そして、土屋に何も告げずに中絶した。節子は、幼い菊男が早く大きくなって、節子を避難してくれればいいと思った。土屋が、ナイトクラブで女と会っていたと聞いただけで、 節子は嫉妬に苦しいんだ。次第に節子の心は土屋の奴隷のようになっていた。それでも土屋と別れられない節子は知恵のある老人、松木屋、元下流会の老婦人に相談するが解決がつかない。そんな時、節子は再び土屋の子を妊娠した。食事も喉を通らなくなり衰弱した節子は麻酔なしの手術を受けなくてはならなくなったが、 激しい苦痛に耐えて声一つも立てなかった。そのため、いざという時の吸入麻酔も使われなかった。節子は、里の父、藤井慶安と、久しぶりに食事をした。実直な慶安は、国家の正義を代表するような地位についていた。吉地やユーモアはないが、観光な人柄の父と一緒に、いると、吉に疲れた節子は落ち着いた。話題の中で、 父の窮地の人物が今朝、自殺をした話になった。節子は、自分のスキャンダルが、もしも堅実な父親に影響してしまった場合のことを、そのニュースに重ね、激しい恐れに震えた。節子は土屋に、今までの苦しみを話し、別れを切り出した。土屋は節子をいたわり優しかったが、別れを待っていたかのようであった。別れて、数ヶ月後。 節子は土屋への手紙を書いた。あなたと別れた後の苦しみ、自分がどんなにあなたを愛していたかを綴ったが、節子はそれを出さずに破って捨てた。美徳のよろめきは、金閣寺の後に発表されたために、それと対比されて、三島の純文学作品の芸術活動の合間に、息抜きで書いた余儀的な大衆向け作品だと当時、見なされた傾向があり、 三島自身も以下のように軽く語っているが、その大衆小説的な作品と純文学系の作品を書き分ける三島の優れたバランス感覚を評価する論もある。僕は、あの小説はね、何も無きになって書いた小説ではないんですがね。洒落た小説を書きたいと思っていたんでね。だけど、日本ではああいう、ただ洒落た小説を書か,かうというふんでは、 たちまちやられるわけで、つまり、金閣寺と比べてどうだとか、こうだとか。しかし、僕はまあそういう意味でとても一生懸命書いたんです。ただ、意図とか主題とかそういうものは大したもんじゃない。三島由紀夫、三島幸雄とべえみあげ話、朝の訪問から、同時代の文芸評価としては、平林太鼓、園地文子、佐汰梅子ら女流作家の面々から、ヒロインに、 魅力がなく夫の影が薄いなど、現実感の無差を批判され不評となり、山本賢吉も、本来的に戒立の近畿のない日本の社会風土では、貫通小説が、西洋のように心理的葛藤の劇にはなり得ないことを指摘し、古典的形式の模造品に終わった大衆向け作品だとしている。それに対して、吉田賢一は、 小説の技術的に3等の腕のさえが見られた作品として10年後に肯定的な評価している。北原武雄は美徳のよろめきについて、詩が自分の力量を心ゆくまで発揮し、自分の技能を欲しいままに楽しんで、ちょうど声量豊かな大歌手がお気に入りの聴衆を前にして、即興の小曲を歌い上げるような気楽に伸び伸びと書いている都三島と 谷崎潤一郎の作家としての生活態度や才能の広さが似ているとしながら、二人の共通性を、心理的ないしは、単美的傾向を、果敢にも、実生活の中に持ち込み、よほど格好とした合理的精神と、収束を恐れぬ強い意志とがなければ、容易には実行できない。この両者の融合を、何の支障もなく、実に安やす,やすと実行していることだと考察している。 そして、そういった、作家精神がなければ、美徳のよろめきのヒロイン、雪子のような、貫通という悪徳を犯しても汚れることを知らない、優雅な人間や、京子の家の京子のような、どんな時代に汚れにもしまない自由で新卒な人間の、持つ、真の意味で贅沢な魂は想像できないとし、その筆を見事だと評している。また北原は、雪子の優雅な姿に、 三島が青年時代に愛読していたレーモン・ラディゲのドルジェル博の舞踏会のヒロイン・マオの優雅さの影響があることも鑑み、祝徳というものを実に微妙な手つきで扱ったラディゲやラファンエット夫人の手法にも劣らず、三島が繊細な手つきで背徳というものを扱っているとし、作中で描かれる節子の聖女の意味を汲み取れない読者は、この精緻な技巧を凝らして作り上げた。 極度に人工的な美の世界とは、無縁の主情であり、美徳のよろめきは、彼一流の錬金術によって、背徳という動画を、魂の優雅さという金貨に見事に換金されていると、解説している。ウリア、ミヤビイサムは、美徳のよろめきを読んだ時の印象を、言葉で書かれた、言葉で正確に組み立てられた音楽のように感じたとし、ウリの自身の、そやな感受性が直感した。 その言葉を、黒刀の言葉の連なりの中で不意になり始める、あの聞き慣れた音楽であったとしながら、以下のように解雇している。表彰の宇宙的な連環を魔術にも似た不真面目さで、投資させたり、世の中の価値や常識を一撃にして転覆させてしまう、比喩や傾向が、繊細な風景描写や明確な心理描写とともに、それを鳴らしていた。詩人が、 秘密裏に共有するコードでもあるかのように、なんて贅沢な小説だろうと読み終えたばかりのページを再び開き、何度もため息をついたことを覚えている。売り屋、サ勇、言葉の音楽、小笠原賢治は美徳とよろめきが、その当時の社会の繁栄の雰囲気を吸収した娯楽的な大衆小説ではありながらも、一般的理解よりも、 難解であり、必ずしも口当たりが良いというわけでもないとし、ヒロイン、節子の、強楽に身を任せているようでいながら、時代を容易に受け入れようとせず、むしろ固くななほどに、自分の強固な城を築き、現実から一線を引こうとしている態度や、優雅に暮らし自由に振る舞っているかに見えながら、本当に人生を楽しんではいない、身振りから伺えるのは、むしろ苦しげな表情で、そこには、 作者、三島のサービスのポーズを取る一方で、窮屈で退屈な時代に飲み込まれまいとして構え、緊張する表情が投資されると考察しながら、美徳のよろめきは、本質的には、反則的な作品で、通俗小説風であるにもかかわらず、これほど時代通り合わない作品も珍しいのではないか、と述べている。また小笠原は、三島が、内海、外海、認識、 好意といった二元論の克服という難問、存在論的問いを初期からずっと抱え、金閣寺では、その難問が不完全燃焼のまま終わり、その問いがそのまま、美徳のよろめきにも引き継がれているとし、麻酔なしの打体手術を受ける節子が、徹底した塾の姿勢の果て、魂に有益なものがもたらされ、非凡な女となり、完備や、 光輝くほど充実した状態がもたらされる箇所について苦痛がかけがえのない支えになり観念と肉体は不可分に結合し確かな存在の証明に至った場面だと考察しながらそれを手に入れた節子は幸福を見出したためもうよろめくことはなくなり美徳のよろめきは美徳のよろめきが克服されるに至る経緯を描いた小説だとしているそして こういった、三島の、二元論の解消は、馬太有の影響を受けた、有国の自作解題での、史上の肉体的快楽と史上の肉体的苦痛が、同一原理のもとに統括され、それによって、至福の到来を招くという思考であり、この危険な、肉体と精神の二元論の彫刻は、太陽と鉄における、リンゴの外側を、いかにしてそのリンゴの芯が見うるか、リンゴを、 外側から見る目が、いかにしてそのままリンゴの中へ潜り込んで、真となり得るかという、ひたすら存在の形に関かわかる、自意識のあり方を希求する問題。と同じであることを、小笠原は解説しながら、見るために存在を犠牲にする行為、破壊によってこそ、存在が保証される、瞬間の局面において、三島流の存在革命は成就するとしている。 さらに小笠原は、それは、美徳のよろめきで語られる、観念が、肉感に移りゆくと、肉感が、まさに観念に化してしまうことを同時に兼ね備えた、局面であることを指摘しつつ、様々な作品において、必要に、内と外の、表と裏の、観念と肉体の境界という障壁を解消し、新鮮な現実を手に入れる、存在の革命を無双してきた。 三島の奇跡を帰り見る際に、美徳のよろめきは、三島美学の中核をなす、存在の革命の誠に過激に実験の場として、感化しがたい意味合いを持つ作品だと、論考し、存在論的な難問と格闘した三島から、プリニウスやエンペドクレスといった歴史的人物が想起されるとしている。純然たる、博物学者の興味を持って噴火した。 ウェスウィウスさんを至近距離から観察しようと、危険を顧みずに近づきすぎて溶岩に飲み込まれて、死んだり、不死なる神であることを証明すべく、後ない山の河口に飛び込んだりした彼らは、愚直なほどに絶対性や、不可能性に疲れた、存在の革命家であった。彼らの死は、謎めいた花肌哲学的な命題を含んでいる。三島も結局は、そのような系列に属する。 表現者でなのではあるまいか。私は、このレベルで、三島文学に関心を抱き、高く評価しているのである。小笠原賢治、幸福という存在論、美徳と、よろめきを中心に、美徳のよろめき1957年10月29日、風切り。モノクロ1時間36分。原作の冒頭をナレーションに語らせ、ラストも、外見的には同じだが、 内容的に原作とはほぼ別物。三島はこの映画を見た感想を、これ以上の愚劣な映画というものは、ちょっと考えられないと記している。ありがとうございます。